はい、こんにちは。まーちゃんにいる前原です。今日はこちらですね。うん、チョコエッグスプラトゥーン2です。そのマニュアルですね、スプラトゥーン2のチョコエッグが出てましたね。お、今回ですね、2ボックスを買ってありますんで全部コンプしたいね。そうだね。全15種でシークレットが1種か。まず1箱目からそれでは開けましょう。1個目はね、いつも食べる、で2箱目からこのジップロックに入れていく感じね。お、今回は紫色のカプセルです ね。じゃあ1カプセル目、まず2人とも開けていきましょう。何が出るかな。お、これはボーイネオンピンクだ。あ、これ僕はオクタリアンが出たね。オクタリアンか。はい、じゃあ私の2カプセル目は何が出るかな。あ、オクタリアンだ。じゃあ僕の2カプセル目いってきます。お、ボーイ。はい、じゃあ私の3カプセル目いきます。はい、どりゃどりゃ、あれボーイだ。あ、同じやつでシン君と。じゃあ僕の3パクセル目で、僕のパクセル3パクセル目で、僕の3カプセル目いきます。はい、よいいだ出ました。あ、よかったよかった。じゃあ私の4カプセル目いきます。はい、どりゃ、お、ブキチ。ブキチだ、ブキチだ。じゃあ僕の4カプセル目いきます。はい、何が出るかな。よ、あれ、またボーイのネオングリーンだ。あー、3個目。じゃあ私の5カプセル目いきます。はい、はい、新しいの来て。え、これはガールのネオングリーンだね。うん、じゃあ僕の5カプセル目いきます。はい、お、イカだ。イカ、イカのサンイエローです。やった、初めてだね。うん、はい、じゃあ私の6カプセル目いきます。はい、はい、私の来て。お、お、これは、あ、ジャッジくん。ジャッジくんだ。じゃあ僕の6カプセル目いきます。はい、私の出てくれ。でも新しいの、お、イカのブライトブルーが出ました。やった。はい、じゃあ私の7カプセル目いきます。はい、はい、よいしょ。おー、またジャッジくんだ。じゃあ僕の7カプセル目いきます。はい、いいよ、これセット。お、アイダだ。アイダ。じゃあ私の8カプセル目いきます。はい、新しいのカモン。あー、ボーイネオンピンクだね。うん、じゃあ僕の8カプセル目いきます。はい、いいよ。あー、またあれ、これはボーイじゃない、茶色だよ。茶色の何？あ、ちょっと待って、茶色のガール、シークレットだ。シークレット？うん、やったね。やった。では私の9カプセル目いきます。はい、ドリア、またボーイネオンピンクだ。あれや、9カプセル目いきます。はい、はい、オクタリアン。オクタリアン。はい、じゃあ私最後の10カプセル目。はい、頼む、新しいの。あーっと、ガールのネオンピンクだね。うん、これは初めて。10カプセル目いきます。はい、の、はい、私の頼む。あ、いいか。以上でございます。はい、はい、ということで今回出たフィギュア見ていきましょうか。うん、まずはこちらですね、ボーイネオングリーンだ ね。これすごくいいよね、今回のフィギュアね。うん、そう、躍動感あって動きがあってすごくいい感じですけども、これスプラッシュルター持ってるのかな。そうだね、そうだね。そしてボーイネオングリーンは、3体出ました ね。はい、続いてボーイネオンピンクだね。そうだね、はい、これはバレルスピナー持ってるのかな。うん、いい感じに構えてるよね。で、ネオンピンクは3体出ました、こちらも。はい、続いてガールのネオンピンクだね。うん、これもすごいいい感じだね。うん、武器はスプラマニューバーを持ってるね。あ、そうかそうか、なるほどね。はい、続いてガールネオングリーンですね。うん、これはスプラスコープを持ってるね。スプラスコープ。うん、うん、で姫が出なくて、次がイーダですね。うん、イーダは2体出たね。で、あの、何、頭のテカテカ感はちょっとないかな。続いてオクタリアンですね。うん、これはヒーローモードで出てきたやつだね。うん、でオクタリアンは3体出ました。うん、はい、続いてジャッジ君ですね。うん、ジャッジ君はこう結果出してる時の、あの、勝ったポーズしてくれたらよかったのに、これ寝てますね。でジャッジ君も、2つ出ました。うん、はい、続いてイカのネオンピンク、ネオングリーンは出なかったね。うん、でブライトブルーですね。うん、これは2体ですね。うん、はい、はい、続いてイカのサンイエローですね。うん、これは1体でした。
続いてブキチだね、うん、ブキチすごいいい感じだね。そうだね、うん、でちょっと知らなかったんだけど、ブキチってカブトガニが頭になってんだねこれね。すごいね、カブトガニの帽子かぶってた、全然知らなかった、うん、いい感じ、いいね。そうだね、ガールヒーローモードとコジャチックは出ませんでしたね、うん、で、シークレット出ました、うん、よかったね。これはガールのネオンピンクじゃなくて何これ、ブラウン、ブラウンか、うん、なるほどね、いいじゃん。これゲームでも珍しい色だと思うよ。出てこないんじゃない、うん、この色は茶色ってないよね多分ね、うんうん、いいじゃん。あ、なんで茶色か分かった、チョコエクの色が茶色だからだ。ああそういうことか、うん、なるほどね、ポーズは一緒だね。そうだね、うん、ということで、全16種類中11体出たのかな、うん、だから5体足んなかったんだ ね、 そうだね、うん、パパ的にはいつもねゲームでボールドマーカー使ってるから、うん、なんかボールドマーカー持ってるキャラがいたらよかったなと思ったけど。そうね、僕もなんかヒーローモードのやつもちょっと欲しかったなと思って。あーヒーローモードね、本当はガールがあったんだけどそれ出なかったからね、うん、あとはバケットスロッシャーとかね、そういうのもあったらよかったよね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そして今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、そしてチャンネル登録はこの辺りからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。